四大タイトルマッチ。二つ目はヒート・キックルールヘビー級タイトルマッチ。イラン出身、日本で世界を目指す伊達男、ヒート・キックルールヘビー級王者プリンス・アリ。ボクシング、空手、ムエタイを学び K-1 にも出場。強打が自慢のヘビー級王者は、取り戻した自らのタイトルの初防衛戦に臨む。熱望する世界への扉を開くためにも、絶対に負けられない防衛戦到来。ヒートキック王者の世界への試金石、迎えるはピーター・アーツの愛弟子、ムラッド・エイガン。K-1 黄金時代を牽引したピーター・アーツ。レジェンドが日の目を浴びた第二の故郷に愛弟子を送り込む。このエイガン、体型は師匠と異なるものの、戦うスピリットは伝承済み。And what you think of the fight? You are won by a knockout. Push. ヒートのベルトを師匠のもとに届けることができるか。ヒート、キックルール、ヘビー級タイトルマッチ。プリンス・アリ VS ムラッド・エイガン。ただいまより、アレックス・プレゼンツ、ヒート38、ヒート・キックルール、ヘビー級タイトルマッチ、3分5ラウンド。挑戦者、青コーナー、185cm、98.3kg、オランダ、K-1 アーツ王朝所属、ISKA 世界スーパーヘビー級チャンピオン、ムラッド・エイガン。赤コーナー、193cm、99.8kg、シグラ王朝所属、ヒート・キックレール、ヘビー級チャンピオン、プリンス・I could do better. At least.
株式会社常務取締役
ってくるヘビー級新王者となりましたグランド・エイガン選手です。皆様大きな拍手をお送りください。